まともくん丸ツゲームで勝負しようぜ負けた方はツとして解明ねはいスタート待て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 スピード感ゆぐいな丸ツゲームうんこんな感じで丸とバをお互いに書いていって最初に1列揃った方が勝ちってやついやルールは知ってるけどうん別に対戦してもいいけど負けたら解明するのかようんツゲームあった方が楽しいじゃん何て名前に解明するんだよご飯もりもりパワー満点太郎いや何だそのゆるキャラみたいな名前よし全力で勝ちに行くぞじゃあ僕が先行ねじゃあまずここじゃあここここ んここ大丈夫かここにバツ書いたら俺の勝ちだぞあっけなく終わりそうなんだがちょ待って待って何してんだよ枠の外に書いちゃダメだろ反則だろそれごめんチート使っちゃったわんごめんいやちょっと待ってチートどういうことマジでごめん解明なんてやっぱ嫌だったよねいやそこじゃねえよえル丸ツゲームにチートとかあんのうん どうしてても貸したくていや枠の外に丸書いただけじゃないかチートじゃなくて反則だろそれでもこのチート1万円もしたからなんで丸書くだけなのに金払ってんだよ,よく分からんけど騙されてるぞ待て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 止まんねえなおいなんか変なのが一個混ざってるぞはい次まともくんのターンいやもう何をどうしたら勝ちなんだよこれ今何が起こったんだよやって危なかったあ今の青ウトムねえ 自動で照準を合わせて破壊するチートだよもうなんでもありかよ。マルバツゲームに破壊とかないからな、普通。そう、このチートも使っちまったか。もう限界か。まともくん、こんなゲームもうやめないかいや、急になんだよ。こんなゲームに勝って一体何になるんだいちっぽけなプライドが満たされるだけじゃないのかい別にこれにプライドかけてないけど、潔く僕に勝ちを譲ってもいいんじゃないかいえここまで僕を追い詰めたのは君が初めてだよ。追い詰められたものに情けをかける。これが武士像じゃないのかいいや、勝ちを譲るのは納得できねえよ。 あ、ダメか。ちなみに今のは説得のチートねいやこれもチートだよもうチートじゃなくて和術だからそれちょっとくしゃみのチート使うねなんだそれハクションいや独特なくしゃみクーのところで貯めるやつ初めて見たぞあちょっと待っててトイレのチート使ってくるもう分かったからトイレくらい普通に行けよ次僕のターンねおいそいつの続きを書き足すなって別のゲームの譜面みたいになってるぞフルコンボラドン 次まともくんのターンだどん。ターンだどんっておい、何事もなかったかのような顔してるけど。分かった。お前がそこまでやるなら、俺も自由にやるからな。いやダメダメダメ。それ反則でしょ。いやお前が言うな。自分が何やったか覚えてないのかよ。数で負けてるからってズルは良くないな。お前がチート使ったせいでな。物量で戦おうとしてんのおかしいからな本来。ご飯もりもりパワー満点太郎くん。次から気をつけるように。いやまだ解明決まってないから俺。反則したらそのターン終了だから。次僕のターンね。もう好きにしてくれ。あいや僕のターンだどん。そのノリも終わったぞ。あちょっと待って。 なんだよこれこれこの前ガチャでゲットした金スキン<ん>いやーリセマラ大変だったわいや待ってくれマルバツゲームってスキンとかあんのもうまた変わったぞこれはこの前のエヴァゲリオンコラボ限定スキンなんてだからエーコラボ限定の初号機スキンでどの層が喜ぶコラボなんだよ紫と緑の配色なだけじゃないかあの今更だけど一応紙の上っていう設定だからなこれいやまた別のゲーム始まってんじゃないか次まとまくんだよもうどこでもいいわ <laughs> うわ、マジか。負けた。俺勝ったのかよ、今。うわ、油断した。うわ、マジか。勝敗の判定どうなってんだよ。わ、くそ。僕は今日から、ご飯もりもりパワー満点太郎なのか。いや、別に解明しなくてもいいけど。うわ、マジいや、もりパワー。いや、癖のある略し方。あ、こにはパーの源となる、イン,ンのほか、単体で引き上げる。いや、もうすでにキャラ仕上がってんのかよ。